新型コロナウイルスのファイザー社製ワクチンの供給量が減ることを受け、仙台市は、個別接種と集団接種の予約をきょうから停止しました。仙台市の郡市長は、現在の在庫量では、予約を済ませた人全員の2回の接種は賄えないと述べ、国に対し、安定供給を求めていく意向を示しました。 今ある分につきましてはこれまでご予約を入れていただいた方々の接種を実は全て賄いきれる状況を2回の接種を全て賄いきれるものにはなっていないこういうような状況になりまして非常に困惑をしています。小売市長は今日の定例会見でこのように述べ国に対しワクチンの安定供給を求めていく意向を明らかにしました。 ファイザー社製のワクチンをめぐっては、今月、国から供給される量が仙台市の希望量に対して2割から半分程度に減る見通しとなったため、市では今日から個別接種と集団接種の予約を停止しています。市の担当者によりますと、市が現在保管しているワクチンの在庫は10万回分で、この量では予約を済ませた全員が2回の接種を受けるには足りないということです。このため、市では、 個別接種を担う医療機関に対してワクチンの在庫量と予約人数の調査を進めていて今週中にも市内全体の状況を把握したい考えですなお市ではすでに1回目の接種を終えた人が2回目の接種を確実に受けられることを最優先するとしています